矢掛町は、岡山県小田郡にある町である。県下の町村では最も人口が多い。矢掛市街地と小田市街地の二つの市街地を持ち、その間にある川も、中川地区に、商業地区を持つ。県南西部に位置し、旧山陽道の宿場町で、中心市街地には、現在も、王子の町並みが残ることで知られる。岡山都市圏、倉敷都市圏。 岡山都市雇用圏に属し、福山都市圏にも接するなど周辺地区の中心部としても発展し、ここ数年は若者を中心に観光客を集め、観光地化が進んでいる。岡山都市圏及び岡山都市雇用圏に含まれており、特に暮らしとのつながりが深い。また、30分程度の距離である福山市への通勤も多い。町の面積の半分ほど 旧三河村域など、中山間地域が占めており、比較的面積が広い町であるが、人口のほとんどが、平野部、特に八陰、矢カ川も、小田に集中し、その他の地域との人口格差が顕著である。また、川も地区は、住宅開発が進み、倉敷や福山県のベッドタウン化が、緩やかにある。また、山田、三谷地区も倉敷に隣接する。 利便性から若い世代が多く住む傾向にあり、これからの住宅開発が期待される。逆に、中心部の夜景地区は観光地化が進み、住宅開発は重点的にされておらず、中心部としては比較的高齢化が進んでいる。近年は、ホタルの里として、東京や大阪の百貨店などに、町内で飼育されたホタルを持ち込み、ホタル店を行うなど、 PR 活動を行っている。また、2006年10月10日から、倉敷市、浅口市、笠岡市、茨城市などとともにご当地ナンバーである、倉敷ナンバーが導入された。矢影町中心部において、スーパーなどは少ないが、小学校区として、隣の川の地区から、小田地区にかけて、スーパーやドラッグストア、百均などが進出している。この地区は、 茨城美成町、笠岡市北川地区などからの買い物客も集め、証券を確立している。個人商店は、ヤカ商店街に密集し、小田商店街、国道沿いにも多く位置する。中心部のヤカ小田、川も地域などは、人口は増加しているが、三河、中川、山田、三谷地域は、人口の減少が激しく人口減の要因となっている。 転出による人口減少はあまりないが、死亡による人口減少が大きな要因である。小学校、中学校、高等学校、ヤカ駅、ヤカ町内には通っていないが、茨鉄道の運賃が高額なため、町に近い山陽本線新倉敷駅もよく利用される。ほら、松地山門五十音順。ありがとうございます。